はい、こんにちは。今回大型 DLC 漆黒の女王まであと1ヶ月切ったってことで、新シーズンまでに準備しておきたいことを紹介していこうと思います。はい、こんな感じ。バウンティー貯金、重機技師の材料消化、失われたセクター伝説、達人のエングラム貯金、迷宮強欲の支配、達人ですねの防具厳選となってます。とりあえず今回この4つですね。他にもあればまた紹介しようと思うんですけど、まあ、とりあえずは上から順に紹介していきます。でまずはバウンティー貯金。これなんでやってんのって話なんですが、主にアーティファクトの元目的ですね。今のシーズンだと分かりやすいものだと粒子分解とか、後半になるにつれて有利になるものが結構多いので、それらを早めに取ることが、目的となってます。まあ、開幕レイドにどこまでやれるかっていうのもまたあるんですけど、まあ、とりあえずね、そういうのもあるので、まあ、早めに経験上目にゲットできるようにバウンティーを貯めるって感じですね。まあ、とりあえず何でもかんでもバウンティー貯めていけばいいのかってことではないのと、あとは早めにやっておいた方がいいよっていうのもあるので、紹介しようと思います。でまずメインで貯めるのは習慣系のバウンティー。でこれはクランバウンティー、あとは月ですね、エリスと、ナイトメア、あとエウロパとコスモドローム、あとは永遠の空間、この馬のやつですね、スターホースかな。であとはアイアンバナーですね。でエウロパは習慣で帝国狩りのバウンティーがあるので、共通のものと、帝国狩りが3種類なので4つ貯めれます。帝国狩りのことを考えるとちょっと早めにそろそろ始めといた方がいいかなって感じですね。アイアンバナーは新シーズンまでにあと1回だけ開催するので、消化してた人は残しておいてください。あとはですね、バウナーのバウンティーは新装備が実装されたらワンチャン入手できるかもしれないんで、まあ、バウンティー貯金しない人もやっておいた方がいいかもしれないですね、貯めるのは。はい。あとは各惑星の日韓系ですね。ヨーロッパデッドゾーン、ネスス、月、エウロパって感じです。で逆に貯めないもの。これは大体タワーにあるものなんですけど、でまずは消化することでバグが発生したりとか、システムの修正で消滅する可能性があるバウンティーとして、ヴァンガード、クルーシブル、ギャンビット、重機技師ってなってます。でちなみに今回重機技師とギャンビットは今週のバンジーで修正が入るって言ってるので、もうこれはやめといた方がいいですね。であとはシンプルにもらえる経験値が少ないっていう理由で、レイドの挑戦のクランバウンティーとか、あとはエイダのバウンティーとか、ペトラのバウンティー、まあ、ペトラは夢見のやつですね。で最後に惑星自体がなくなる入り組んだ岸辺のスパイダーのバウンティーと、ヘルムにあるシーズンバウンティー、これらが消滅するっていう理由で貯めない枠に入ってます。はい。で次に重機技師の材料消化ですね。でこれは新シーズンでタワーにいる重機技師のランクアップによる報酬の仕組みが変わるので、素材自体が削除されてしまいます。まあ、素材100個で武器1つになるんですけど、まあ、これいらなかったらレジェンダリーのかけら4つになります。でレジェンダリーのかけらは、惑星素材と交換したりとか、各ベンダーとかシュールから装備を買ったりとか、あとは強化アイテム買うときに使ったりとかで、使用用途が結構多いアイテムになります。なので重機技師の材料が余ってる人は消滅する前にかけらへのリサイクルをしちゃいましょう。で次ですね、失われたセクター伝説達人のエングラム貯金。でこれ毎回新シーズンになると新エキゾ防具が実装されるんですけど、これまでの入手方法が大体が失われたセクターの伝説と達人になってます。で次のシーズンは大型ってこともあるので大幅にパワー値が上がります。なので推奨パワー値になるまではセクターの伝説とか達人には結構いけないと思うので、推奨パワーチが間に合ってる人は今のうちに準備しておこうって感じですね。で貯金の仕方なんですけど、所持品のエングラム欄、こちらを埋めた状態で、セクターの伝説とか達人のクリア報酬でエキゾ防具をドロップさせれば、エングラムとして貯金ができます。でその日の報酬が腕とか足とか関係ないので、いつやっても OK です。でこれでセクターさんのエキゾは未習得状態でポストに行くんで、あとは新シーズンが始まってからその日のセクターの報酬を確認して狙ってる防具の日に開けてください。それで防具の種類は腕だったら腕が、ドロップします。でここで注意点なんですけど、まあ、確定で新エキゾが出るわけではないので、貯金したい人は複数個
貯金しておいた方が安全かなと思います。で、次に、貯金場所がポストなので、他にもアイテムが入ってきちゃいます。最大で20個までしか入らないので、ポストには。押し出されて消しちゃわないように注意しましょう。で、ポストにある余計なエングラム、まあ、普通のやつですね。取り出して、エキゾノミーを貯金しておきたいっていう時は、所持品欄のエングラム、こっちは1個開ければ取れるようになります。いらないものだけ取り出しちゃってください。ちなみにこの攻略法は結構昔からある方法なので、新シーズンのタイミングで修正されちゃったりとか、あとは新エキゾがセクター報酬から外れたら意味がなくなってしまう可能性があります。新シーズン前に修正されるような内容が今週のバンジーで報告されたら、今欲しい部位の日で開けちゃうか、それでも新シーズン始まるまでワンチャン狙って、保管しよっかっていうのは、個々の判断にお任せします。はい、最後ですね。迷宮、強欲の支配、殺人の防具厳選。これはただの防具じゃなくて、アーティファクト用にもう一個、元装備できる戦略的アーマーっていうパークがついた防具になります。で、新シーズンが大型になるので、迷宮も推奨パーチが上がっちゃうかなっていうのも可能性としてあります。なので、今のうちに欲しい部位がある人は厳選しておきましょう。まあ、性能も高めなので、もしかしたらレイドで使ったりとかっていうのもあるかもしれません。まあ、ポイントは10ポイントまでっていう部分は変わらないんですけど、空きがあれば、そこにもっと装備したりとかっていうのもできるかなと思うので、今のうちに新しい部位がある人は厳選しておきましょう。数値も高いんでね、やっといた方がいいかなと思います。はい、でちょっと忘れてたんで別撮りなんですけど、シーズン報酬ですね。今シーズンじゃなくて前シーズンの報酬も受け取れる状態にはなってるので、毎回。取り忘れにご注意ください。で、どうやって取るのっていう人のためにちょっと説明していこうと思います。で、まず、バンジーのホームページ、います。その後に自分のアイコンあると思うんですけど、これ選択してもらって、シーズンの進捗選択してください。これスマホでも多分同じアイコンあると思うんで、それでこれ選択してください。ですると、まあ、こんな感じで、現行のシーズンってとこで、この方向のシーズン出てると思うんですけど、これを受け取るんじゃなくて、こっち、毎シーズン。こちらに、まだ受け取ってないものですね。が、受け取れます。で、ちなみにここ気をつけてください。ウォーロック、ハンター、タイタンってあるんで、まあ、自分の場合3キャラいるんですけど、この中で、まあ、そうだな。ハンターのエキゾ欲しいなってなった場合は、ハンターを選択してもらって、これを受け取るみたいな。で、受け取ってるやつ全部リスト化されてます、ここに。こんな感じで。まあ、結構あるんですけど、自分の場合は。はい、こんな感じになってるんで、取り忘れご注意ください。まあ、なくてもいいかなっていうのもあるとは思うんですけど、今シーズンのやつは受け取らずに、また毎シーズンの報酬として、保管することができるので、このシーズンパスの中に、無理に取らなくてもいいと思います。クリスラメロとか、レジェンダリーのオートライフル、ジェティックスかね。忘れちゃいましたけど、これを残しとけば、次のシーズン行った時にパワーチ上げの時に、キネティックの数値高くしたいなってなった時にこれ受け取ったりとかできるんで残しといてください。これはということで別撮り以上ですね。あ、そうですね、ローレンツもありましたね。はい、もうそんな感じです。はい、とまあこんな感じですかね。新シーズンまで用意しておきたいことは、あとは各タワーにある各ベンダーの、ランクアップ報酬、ヴァンガードとか、クルシブルとかのやつも、結構溜まってる人は溜まってると思うんで、これは消化しておきましょう。強化の子はもらえたりするんでね、やっといた方がいいかなと思います。はい、といった感じで今回の紹介は以上となります。残り1ヶ月切りましたが、それぞれ皆さん準備する人は準備して全力で楽しみましょう。ではまた。